北千葉道水路は、利根川と江戸川を結ぶ水路である。千葉県印西市と鼻子市の境界付近において、利根川と千葉県松戸市において江戸川に接続する人工河川で、1974年に着工し2000年に全体が完成した。全長2 8 5キロメートルで、そのうち、22. 2 2 2トルは地下水路である。最大道水量は、 約40立方メートル S。事業主体は国土交通省。水路は印在式根と阿弥子房の境界付近を起点とし、手賀川、手賀沼沿岸に沿って西に伸びる。手賀沼の西端の柏市、戸張神殿付近には第二気場があり、そこから一部の水は手賀沼の水質浄化のために手賀沼に流される。水路はさらに大堀川沿いに地下を遡り、 大堀川中水施設から豊か式シールドによって大地を越えて流れ山市に入る。ここまで地下の埋設館だった水路はここから地表に出て、坂川として流れ、松戸市の坂川放水路から江戸川へと注ぐ。第二基上を境に東側を第一道水路、西側を第二道水路という。北千葉道水路は手賀川及び 坂川の内水排除、江戸川の都市用水の確保、手賀沼等の水質浄化の3つを目的としている。手賀沼周辺は宅地化が進んで、不振等面が広がった結果、降雨が地中に浸透せずに流出しやすくなり、洪水の危険性が高くなった。第1期上は、手賀沼排水機場と連携して、手賀川下流域の内水を利根川に排水することで、洪水を軽減する。 北千葉道水路ビジターセンターの展示によると、平成8年9月洪水において、実際の浸水面積は33ヘクタールだったが、想定浸水面積は980ヘクタールだったとのこと。第3基上は50立方メートル S の排水機能を持ち、坂川流域の内水を江戸川に排水することで、洪水を軽減する。北千葉道水路ビジターセンターの展示によると、 平成3年9月洪水において、第3期上がなかった場合の想定浸水面積は、実際の約1.6倍となっています。とのこと。利根川川口関と共同運用することにより、川口関によって貯められた水の一部を、北千葉導水路を通じて江戸川へ送水できる。すなわち、利根川下流部の水を、埼玉県と東京都に送水することを可能にしている。 北千葉道水路が完成するまでは、利根運河が野田道水路として暫定的に江戸川への送水を担っていた。また、第二期上から一部の水を手賀沼へと放水すること、及び手賀沼上流の大堀川に大堀川、注水施設から一部の水を注水することにより、水質が悪い手賀沼の水を押し流すか希釈させることができる。 そのため、手賀沼の水質向上が期待されており、実際、手賀沼の COD は1980年代、1990年代は 20mgL 程度だったのが、2000年代以降は 10mgL 以下に改善されている。とは言うものの、手賀沼は依然、水質汚濁の激しい故障としては高水準にある。北千葉道水路、ビジターセンターと、北。 千葉第二基上北千葉道水路埋設管の地表部。北千葉道水路はこの地下を2本の埋設管として通っている。手賀省南岸。埋設管に沿って遊歩道が整備されている。北千葉道水路は最大30立方メートル S の送水をすることになっているが、送水する時期が限られていて、送水された時期でも多くて月平均3から4立方メートル。 S, s に止まっている。首都圏の水が危ない岩波書店2007年66ページ過去最大だった平成19年度でも3250万立方メートルであり年平均1立方メートル s に過ぎず年間を通してほとんど増水していない年も多い。運用状況ただし水に流しているだけなので根本的な解決にはなっておらず押し流し希釈した水は 手賀川から、印西市大森で利根川に戻され、利根川下流の水質を悪化させている。首都圏の水が危ない、岩波書店、2007年、62ページ。ありがとうございます。